司さんいた。あとかあげられるかな。あげられないよ。じゃああげられたらあげようか。で、楽しみだね。あ、多分フラミンゴとかいるらしい。フラミンゴとか。ピンク色のさ、片足でこうやって立つさ、フラミンゴって言ってあるよね。はい。そうだよね。いるかもしれないよね。トナカイ。トナカイか。うわ、すんげえ。ママ、あそこで見たい。すげー、かっこいいね。なんかウルフみたいじゃない。ね、いいね。ウルフみたいじゃない。いいね。風が強いから、なんかちょっとあいちゃん怖いよね。ウルフ咲いてんの。あ、名前がついてるね。なんていう名前かな。はい、ミルク、ダロ、あら、めっちゃ可愛いよ。お、似てるかも。いいね。マラの窓。かわいい。鳥だ。鳥だ。あ、なんかめっちゃ綺麗な鳥いる。見て、なになにあれ、すごいんだけど、ね、やばっ、ね、これさ、鳥さ、あのさ、のりこちゃんとさ、あ、鳥じゃない。そうだよね、な、のりこちゃん、あ、そうだよね、のりこちゃん、あ、死んじゃった、それだよね。めっちゃ可愛いんだけど、なんか、先生、あの赤いのやばくない？やばいよね。ほんとだ。うんこがある。え、なに、白いヤギ。あ、めっちゃ近い。あれ、ヤギちゃんのうんこ知ってんの。なんかヒゲ生えてるの。なんかサンタクロースみたいな。じゃあ今日どうだった？なんか動物意外といっぱいいたよ。ね、何がいたっけな？カピバラとマーラと、ヤギとか。ヤギ、あれでっかかったよね。かえってウルフでもやるか。ね、でさ、今度ママとかでさ、あとナギくんとかも連れてさ。来ればいいじゃん。来たいね。鹿、なんか、鹿、むか、むかってる。鹿。角がね。角が入ってる。お名前もついてたね。なんだっけ。女の子でミルキーちゃんとかいたよ。よし。じゃあ、うちに帰って、ママに報告しよう。楽しい動物園見つけたよって。行こう。よし、家まで競争。